参加ありがとうございます。神奈川県は戦争の危機を煽らないで市民アクション、こういう団体を立ち上げまして、今日皆さんに報告をさせていただきたいと思います。この市民アクションは39の市民団体が構成団体に名を連ねています。では本日すいません、私は共同行動のための神奈川アクションの高梨と申します。私の方から代表して報告をさせていただきたいと思います。で、先ほど神奈川県が今回被災します1月31日のこの J アラート一斉訓練について知事宛てにその中止と、そして何よりも憲法尊重擁護義務の履行、こういうことを求める要請文を提出をしてまいりました。で、私たちは県の広報が昨年の12月に配られた際にですね、今回のこの J アラート再生訓練が告知をされていましたので、急遽1月4日に集まって対策会議を持って県へ中止要請をしよう、そして1月25日にはパレード、そして県庁包囲、これをやろうということを決めました。で、何よりも今回の訓練は内容のない訓練、そしてこの訓練なるものが戦争の危機を解消する、あるいは戦争を回避する、そのためにその外交交渉話し合いが求められているにもかかわらず、そういったことを忘れさせると言いますかね、そういった意味で戦争するために必要な外敵の存在をイメージさせて、戦争の危機をあおるものでしかない、こういう点でですね、いわばこれは憲法9条に違反をしている、さらに天皇をはじめ知事含む公務員の憲法尊重擁護義務、これも憲法99条に定められているわけでございますけれども、これにも明白に違反する行為だ、このことを広く県民にアピールをしていきたいということで、今日記者会見をさせていただいたところでございます。すでにお手元に要請などをお渡しをしていますけれども、特に今日時間があまりありませんから、私たちが今回のこの取り組みについて多くの皆さんから賛同の署名をいただこうということで、ネットキャンペーンを立ち上げました。20日に立ち上げたんですが、今日現在でですね、1500人を超える方々から賛同のメールをいただいています。で、この賛同にサインすると、そのまま県下の全自治体にこの要請書と知事に出した要請書と同じものが届くという、そういう仕組みの署名サイトを作り上げて、ただ署名するだけじゃなくて、今現在で150を超える方々のコメントも寄せられています。で、さらにこのネットキャンペーンで、憲法9条にノーベル平和賞をという実行委員会のネットでも呼びかけをしていただきまして、そっちのネットでは全国展開ですけれども、すでに8000名を超える賛同署名が、どん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 カウント数字も出てきますからという状況で、ございます。そしてあともう一点付け加えておかなきゃならないのは、25日の行動だけで終わるんではなくて、1月31日にも県庁前で早朝から中止要請の凱旋をやる予定でございます。すでに藤沢市民の有志が一緒にといいますか、藤沢市役所で同様の取り組みをすると、こういうことで、今準備をしておりますので、ぜひ皆様方にお伝えをしてですね、ぜひ県民の皆さんに報道していただければな、こんなふうに思います。いずれにしても私どもとしてみれば、戦争をさせない、戦争をするな、外交で問題の解決を図れ、
これを今後とも強く訴えていきたいというふうに思っております。まあ、報告としては以上です。